100人目指したいですね。はい、100人上げたいなと思って、はい、で、うん、あのチェンジした感じですかね、はい、まあ思い切った改革になりますよね。あの越智学館さんは、はい、トーク6件で何十校もあるじゃないですか、はい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 、一斉に変わったんですか。今あの帰っていってるところですね。じゃあ、はいはい、各校ごと徐々に、はい、でもう指導してるところもありますし。じゃあ佐沼校は早く切り替わった方ですか、はい、比較的、はい、今早くですね。じゃあ皆さんこれは最新お得情報です、うんうん、あのこれから切り替わるようなエリアもあるかもしれませんけども、佐沼校は10月スタートしています、はいはい、ですのでこれから体験に来る方もまずお得です、うんうん、1週間です ね体験し放題、はいはいはい、そしてその後2教科コース、うん、5教科コースの通い放題、どちらも通い放題、はいはいはい、そして価格がこちらの、はい、説明を、はい、皆さんずっとこう見ていていただける形ですけども、はい、ご予算をまた確認していただいて、はい、びっちり成果を目標を狙っていきましょうと、はい、というものが新しく始まりました、はいはい、ここがまず中1、中2、はいはい、中3、はい、中3まで、中3はちょっとあの2年生の方とはちょっと料金変わりまして、はい、中3の方は、2教科通い放題だと2万900円で、5教科通い放題、はい、通い放題だと3万1900円、はい、これ2万9700円、じゃあ中1、2の5教科、あ、ここを並んでるんですね、はい、あ、ここですね、はい、はい、あ、すいません、じゃあもう一回いきます、はい、では、中学3年生の2教科コース、5教科コース、はい、中学3年生の方は2教科コースが2万900円で、はい、5教科コースが3万1900円、はい、になります、はい、うん、ただまあ実際ただ3年生の方は、はい、ほぼほぼ5教科で今、はい、あの来られています、うんうん、まあ、1、2年生の方だとやっぱ3年生と比べてスケジュールがっていうところもあるんですが、うん、ただまあ、あとそうですね、こう1週間の通い方を決めたからって、ええ、ずっとそれで来ないといけないというわけではないので、はい、あの当然2年生1年生の方は普段は部活動だとかありますけど、ええ、定期テストの時期は、まあ、大抵あの1週間とか練習なくなるんで、はい、そのと、あの、あと塾とかも日曜日とかもテスト前はやってたりしますので、ええ、その時にあの普段やれないくらいの量詰め込むことも可能ですので、うんうんうん、はい、ということでかなり柔軟な、はいはい、対応ができちゃうと、はい、いやでも先生大変ですよね、うん、今までの小回りっていう感覚から、はい、もういつでも、体制望んでいくぞっていうことになりますので、はい、これから、冬になって受験シーズンどん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 こうピークに、うんうん、行く体制が整い挑んでいくぞと、はいはい、ということが分かってきました、はいはい、ではこれ中学生にとっては今ラッキーなタイミングですね、はい、受験前でもう学び放題どんどんやってくださいと、はい、ということになりましたので、お父さんお母さんここは新しい制度になりましたので、ぜひね、見学体験を、はい、していただいて確かめてほしいなと、はいはい、なんせ残り何ヶ月です、11、12、中学3年生ですか、中3は3、5、6は切ってますね、 5.5 ですよね 5.5 ないか、まあ、11月から数えると11、12、12で3月の半分ぐらいで受験になるのかな、もっと前3月の初め、3月頭なんで4.5 ですね、ここ切ってますね、そうですね、ですから、まあ、正味4ヶ月ぐらいをまるっきり、新しい制度で取り組めますよと、4ヶ月学び放題で、うん、5教科受験対策、はいはい、これが新しい体制ですので、ぜひ取り組んでいただきたいな、はいはいはい、これが中学生に対するすごく、新しいお知らせになりましたね、はい、津山校もですか、
いずれは、おそらく次年のあたりは。でもまだそうなってないわけなんですね。いろいろ準備も、ちょっと教材だとか、そういうのの準備とかもあったり。わかりました。ここは、津山校とは、制度がちょっと変わってきてますということも、ちょっとご案内させてください。はい。はい、では、佐沼校が新しく始まりました、はい、この、定額制の通い放題。はい。はい、2教科で済ませるか、5教科。びっちりとやりたいか、はい、これを選ぶということになってきます、はいはい、いやー本当先ほども話しましたけど先生めちゃ大変だと思います、うん、子どもたちマックスのやる気で全員が来たらですね、はい、まあその今指導してやってはいるんですけど、まあ頑張ってなんかやってますね、はい、皆さん、はい、いやこれは本当にその生徒さんたちが、うん頼ます先生って頼ってきたら、うん、それは嬉しいですからね。なんつうんでしょうね。無理やりやらせるよりも、やりたいって言ってくれた方がよっぽどいいことですし、はい。まずはシステムとして制限がなくなったわけですから、はい、皆さんのね、これはやる気が、どんどん実現できるという、はいうん、ことになってきました。世の中、サブスク定額、うん、やっぱ多いんですよ。あんまり意識、そのサブスクとかっていうのを意識したわけではないんですけど、やっぱなんか、こう、すべてのご家庭とお話ししたときに、サブスクですかみたいな感じのことを言われて。言いますね、うん。定着してきてますね。言葉として。ですので、あとは何か教材とか、別なものを臨時で、はい、はい購入というようなことはその都度なんですかね。教材は、そうっすね。基本、理科とか社会はちょっと特殊なのを使ってるので、それだけテキストを購入してもらってますけど、はい、あとは特に発生してます。発生しますか。はい。そうしますと、かなり込み込みになったお値段の中で収まってきますということを、はい、お父さんお母さんたちがね、その辺も心配しているかもしれませんから、はい、佐野校の方でその資料も配布していただけるでしょうし、はいはいはい、詳しい説明なども、はいはい、対応いただけるということで、これは電話で予約した方がいいんですか、いきなり見学に来るというわけでございますか、ね、そうですね、うん結構カツカツで動いてるので、はい、事前にご連絡いただければ、はいはい生徒さんたちがね学びに来ていると先生もそちらに対応するべき時間ではありますので、ぜひね体験とそれから説明を希望するという、はい、パパママできる限りちょっと電話でねご予約いただけませんかと、うんはい、そして先生方もそこに対応できるように、はい、体制整えて準備してますと、はいいうことです。そっかもうやっぱり10月まもなく11月という時期ですから、はい本気のモードになりましたと、はい、いうことですね、うんうん、そうすると、3年生はもう待ったなしですから、はいあと 1,2 年生も、はい新人戦が終わり、はい、一区切りってことですかね、はいはい、さらに勝ったらまだやってるんですかね東北大会、全国大会みたいな。その部活によっても多分その試合っていうのは違うかなとは思うんですけど、はい、でも大概はもう決着ついてるでしょうね、うんうん、今普通にや大半の部活は、はい、普通にやってるって感じじゃないですかね。ですよね。ですからこの辺でちょっと1年生2年生中学1、2年生も、一旦ちょっと部活の整理もついたところだし、テストの結果を振り返ったらば、うんやんなきゃいけないかなみたいな、うんうん、いうのをちょっと決心するいいタイミングかもしれませんから、うんはい、ぜひね、新しい、定額の学び放題になっていますというところをお父さんお母さんと相談してみてください、ね、中1、中2の部活頑張ってる子も勉強するタイミングだよと、うんはいあとは学校の今の時期ですと、はいそういった大会も終わり、はい、冬休み前にはテストがあると。はい。今10月なんで、来月ですね、11月。あと大きい行事などはないでしょうから。文化祭とかじゃないですかね、合唱とか、そういうのを11月ぐらいありますか。中学校の方だと。合唱コンクール。あれもね、クラスでまとまって頑張るんですよね。うん
佐沼中はすごく力入れてますよね。あ、そうですか。うん、なんつうんだろう、本人たちが思った以上に感極まってしまうみたいなことがなんか毎年あるようなんですよ。うん、最初はね、しらっとこうすっとぼけてた男子なんかも、うん、最後はもう熱が入ってきて、うん、おまけに優勝なんかしちゃったら、わーってすごい感激しちゃうっていうことが、これまたクラスでね、出す成果ですから、うん、面白いと思います。はい。まあ、まあ、冬休み情報については、はい、またもう少し近くなってからでいいでしょうけども、はい、今はまあこの中学生の、はい、料金が変わったところが、まずちゃんとお伝えしたいなというところです。はい。はい、高校生は変わらずって感じですか？そうです。今年度は、はい、はい。あとは徐々に高校生とか小学生も、もっといい形に変えていこうかなと思って、はい。あ、なるほど。そういうね、準備をしてくれているよ。だから、まだ、中学生のみのスタートではありますが、うん、高校バージョン、それから小学生バージョンも、準備を整い次第お知らせしていこうかなという感じですかね。はい。はい、今日はね、やっぱり聞いてみて、塾のあり方っていうんですかね、はいはい、その、まあ、ニーズに応えていくということも時代に合わせて、はい、たくさん変化あると思いますし、はい、また、その、教えている側の立場としても、はい、もっとしてあげたいなということが。